お前ほら来いよてめえ来いよ。じゃあオーディション始めていきますか。お前いい勝負できそうだな俺と。いきなりかお前な。やるのか。お前俺の仲間3人やってんよな。誰だよお前の仲間。誰だよ。いい勝負できそうだなてめえこの野郎。お前何だよおら。楽しいよお前ほら。おいちょセキュリティどけどけこいつ。お前負けたら消えろ。おいお前の野郎田舎の愛知帰れ。お前負けたなら帰れ。田舎の愛知帰れ。お前負けただろ。お前負けたじゃねえか。お前以上できそうだからや。ちなみにこれやっぱりすごい。おい。なんだそのお前に。腹くそかお前。負けたら消えろや。お前が消えろや。ほんでやろや。なんだこれ。なんだこれお前。ほら。ほら早速、開始5秒で喧嘩が始まりましたけど。オーディション始めようと思ったら始まりましたね。まあでも二人面白いですね。試合決定してもいいかも。やりますか。できんのかおめえ。お前できるに決まってんだ。かみ合いますね。うわお前汚ねえぞクソ。お前唾液くせんだ。かかっとるわこっちまでバカ野郎。唾液くせんだよお前。いや俺喧嘩しない止めてんか。おい誰だよ。お前かかったじゃねえかクソ。おい誰だよお前。芸之助さんなんてお前赤まみれじゃねえかお前バカ野郎。大丈夫やろ。誰だよ。お前が言えだろ。誰にかけたの。お仕事にかけた。なんでお前だけ、お前だけかかれ。なんで俺が。すいません。すいません。全部受け止めろお前。すいません。歳三怒られて。歳三知り合いなの。知らんす。なんであいつ歳三恨みがあるの。いや知らんす。誰なんすかあれ。あの駅の正体は何なんすか。めっちゃ名前臭いんすけどなんか。どんな匂い。どんな。ダメだよ。関谷さん、やれます、はい、やれますよ。僕もかや。止めてますね。鳴らせ。そう。あ、OK。はい。はい、そう。おいよ。はい。バンダム級の、登竜門少ないんで、出番がライト級とか、フェザーも座らせてください。先ほど、ベアナックルって言ったんですけど、まあ、このブレイキングダウンでベアナックルやったら、やっぱもっと盛り上がるんじゃないかなと思って、今回、誰かスパーリングやらせてもらえたらなと思ったんですけど、謝らなきゃいけない人がちょっと一人いて、ちょっといいですか。ちょっと松本さん、いいですか。俺はい。なんだこれ、お詫びなんすけど。何え何うらぁうらぁいけよね。いいね。おめぇいけいけ最後。ほんとにいけ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 これ、いつもおかしくさい。おいほら、いっておいおめぇ、それ本物のサイコパスじゃねえだろうな。本物のサイコパスっていうのはな、ここぞという時にな、出るもんなんだよ。ストリートでやってんだっすからよ。ベアルックルできんのかどけよ、おめぇ聞いてんのか。ベアナックルできるかっつってんだよ。ベアナックル上手。今やろうが。おいやろうや。座るねえよ今。いいよスパーリングでいいよ。スパーリングでベアナックルやろうや。雑魚こらおい。おめえが雑魚だ。おいセキュリティ離せ。確かにコンタクト取れてる。次眼球取んぞてめえ。いいよ全然追ってこいよ。どうせそこまでいけねえだろ。
こんなとこまで割れるんだよ俺は。はけれ声がいいぞあいつ。そこ俺の進む道を歩ませよ。違いません言ったよな、やるって待ってたよ、ほら来てやったよ、わざわざ。小田原家が来ました、直樹って言います。前回推薦枠で来て、体格合う人いなくて、スパーリングとか試合とか全然できなかったんで、で、僕強敵一人いて、今日登竜門なんですけど、西島やりたくて、あいつ以外だったらちょっと今やる意味ないかなと思ってて、自分の体格合うやつ一番強いの誰だってなった時にあいつなんで。施設育ちで家族いなくて、10代の頃はずっと少年院で過ごしてきて、今でもずっと底辺やってます。いや、プロ行くプロ行くっつっていつまでもブレイキングダウンに寝り座って、俺つえってやってるやつ気に入らないんで、はい、今日はね、西島と本戦決めに来てるんでよろしくお願いします。はい、じゃあ行け。音小さいな、ごめんなさい。気をつけて、マイクも手出す手出しも気持ちいい。いくよ。おぉ、マジすごい。おぉ、おい、しらっとなめんなよ、これ。おぉ、喧嘩しまんなめんなよ、これ。やるやん、やるやん。いいね、いいね。見たか、俺。さっきから言った通りで、マジでブレイキングダウン好きなんですけど、格闘家ばっかなんで、世界チャンピオンとか、プロとか、現役が来てんじゃねえよって思うんで、はい、これからぶっ倒していきます。いいな、とりあえず彼は本戦決定だね。いや、すごいね、格闘技やってないのに、雰囲気もいい、いいもんね。雰囲気もいい。これからちょっとスターになりそうな新しい顔ですね。逆になってんじゃん、ちゃんと練習してんの。まあミクルサインほどではないですけど、まあ、普通に1対10で相手が全員武器持ってて、一人残らずボコボコにして、最強じゃん。え、何人をって言いました？1対10で、1対10で全員ボコボコにした、武器を持った相手。いや、出てもらいたいっすね。じゃあ、2人一回戦ってもらっていいですか、今から。はい、はい、シャーシャーと。お前のファイファーに。何？ファイファーに。うん。俺いろいろやられたんだよ。お前どんだけ、お前俺もあいつもお前のために頭下げたと思っとる。知らねえよ。お前よそでよ、お前。お前のためにな。知らねえ。ギャラの交渉だってよ。お前が安いからどうのこうの。そんな関係ない。関係ねえだお前。騙したお前。騙したんだ。騙しただってなんだ。お前そっちの味方ついたんだろ。何を言ってんだお前。なあ。ミッキー君、簡単に説明できる？簡単に、あいつよ。いや、あのファイファーいたじゃないですか。あいつ、こいつが昔、まあ、案件がすごい忙しくて、で、ないがしろにしてたんですよ。で、キャパオーバーになって、で、ファイファーに、俺が案件さばいてあげようかっていうことで、さばいてあげたんですよ。そしたら、なんか、ギャラが安いだ、なんだって、この案件をやりたくねえだとか、スポンサーさんとかに、もうギリかきまくって、で、俺らが裏で頭下げて、で、それで俺らが金取ったらなんだって、お前当たり前だろ、仕事だろ。100万で、例えば100万で来た案件を俺に50万って言って、その50万をもらって、さらにその50万だから
パーセンテージをもらうっていうことをやってた。いや、それに関してはあいつだろ、俺じゃねえだろ。いや、あんたじゃねえけど、でも味方ついてる。味方も何も、同罪だろ。お前な、どんだけ不義理するんだ。同罪だろって。どんだけ不義理するんだって、お前。じゃあそれ許してよ、これはお前。なあ、関係ちょ、やらしくさ、こいつ、本当に。まず、こうすんだよ。仕上げてで。マジで。どっちにしても。いいわ。何でもありで、お前やるよ。ぐちゃぐちゃにしろ。バカ野郎、クソガキだ。舐めたこの仕上がってて、ね。もうニッケイ君大丈夫だよ。おいっすか。とりあえずお前逃げろよ、ガキ。俺を切らすんだよ。なあ、手に、お前はマジ殺すからな。覚えてる、バカガキ。朝倉 CEO と同じベルトの初代のチャンピオンでした。元アウトサイダーの誰かとやりたいっすね。俺のこと言ってんのか、お前。あれ今日俺がやってやるよ。教えてくれるんですか。ああ教えてあげるよ。ブレーキングの教えてあげるよ。マジで言ってます。うん、いいっすね。初代チャンピオンも何人もいらんしょ。光栄ですね。うん、アウトサイダーの頃から見てる視聴者はめちゃめちゃ面白いと思いますよ。まあ MMA ルールだったらちょっと1ラウンドじゃつまんないと思うんで。はい、ルールはお任せでしょ。まあ無制限とか面白いかもしれないです、はい、無制限で見たい。1分で MMA でカウン君、米音の試合であれで勝ったつもり。服は申し訳なかったけど、うん、勝ってはいいよね。君がやってる音楽活動もさ、結構さ、中途半端でダサくない？俺ってやりたいんだろうけど、コメオ選手より弱いのはみんな分かってるから。いやいや、全然コメオ の友達なんで、まあ、敵討ちに来ました。ジョニーさんの件で結構もらったんじゃない？舐めてんの？マジでお前言っていいってことで手仕上げないことあるだろ。それでコメオから500万500万言ってきちゃうんじゃ。してんだろ、落ち着けよ。こっちも怪我してるしさ。おいよ、お前一発は一発だからな、覚えとけよ。ええ、な、あ、2発で、あ、怖い、怖い、2発かすよ、かすザコダサいんだよ、それで手出すって。まあ、試合決定しときますか。いじめられた過去のある方をですね、今回ここにお集まりいただいています。中学校の時からいじめられてて、まあ、下半身出されたりとかしてて、まあ、高校の時は、まあ、パシリとかにあってて、まあ、それでちょっと、まあ、給食では一人というインキャラらしい生活をしてきました。で、僕はこのいじめられっ子企画で活躍して、まあ、ヒーローになりたいです。よろしくお願いします。具体的ないじめ例とかあるの？いじめられた例は？まあ、不良グループに囲まれて、まあ、それでまあ下半身出されて、まあ、イケイケの人たちに見せられてっていうふうにあって、まあ、やり返せなかったですし、まあ、本当に怖かった。まあ、怖かったです。まあ、まあ、やり返したらやり返したらで親にもクレーム来ますし、まあ、そういうのがちょっとあって。やり返そうと思ったの？まあ、自分ではやり返そうと思ったんですけど、まあ、後先のことを考えてしまってやり返せなかったです。栃木県から来ました、歌い手の、長瀬まゆりです。まあ、小学校、中学校から、気が弱くて、で、まあ、高校入った時に野球部だったんですけれども、まあ、先輩たちから、過酷ないじめを受けて歌い手活動を始めて、でそこで知り合ったことを夢を語って頑張っていこうぜって話をしているところ、その友達もいじめによって自ら命を絶ってしまって、僕はもうその時に自分の無力感、力がないんだなとかそういうのを思って、なんかその日から不眠症になっちゃって、なんか一日あんまり寝れないとか、まあ夢の中で友達が死ぬ夢を何度も見たりとか、そういうのがあって、その自分に対するその後悔というかそういうのもあって、今回そのこれこで僕変わらないとダメなのかなって思って応募させていただきました。よろしくお願いします。
青森の元いじめられっ子サームと申します。僕自身は、そもそも、まあ、家族も友達も誰も居場所が味方がいないような状態で育ってきました。っていうのも本当の親父も役中でめちゃくちゃ不良だったんですよ。僕の本当の親父っていうのは僕の母ちゃんだったりとか僕らを本当に毎日ボコボコにして気づいたら蒸発してって、でそういう中で、まあ、お金もなくて学校に行けば僕の服が汚いからってみんなで遊びに行ったら僕だけ友達ん家から追い出されたりとか、学校にも入らせてもらえなかったりとか、あの青森だったんですけど、まあ、田んぼに本当に投げられて落とされちゃったりとか、傷は癒えないです。でも自分でけじめをつけることはできるので、今日、けじめをつけるためのこのブレイキングダウンというところを、来させていただきました。けじめとか知ってるけどさ、こうやって出てきたことは認めるよ。はい、その自分たちが受けた傷であったりそういう過去を何とか超えたくて清算したくてこうやって出てきた勇気は認めるけど、はい、お前たちがこれからもっと先生きていく上でいろんな人と関わったりいろんなやりたいことが見つかったりそれこそ好きな子ができたりいろんなこういろんなシーンで確実にお前たちが芋引いてビビっちゃった過去っていうのは絶対自分らの十字架にずっとついてくるんだよ。俺もそうだったよ。俺も散々やられてきたからさ、いじめとは違うよ、不良の世界で。あの超えられないんだよ、過去の恐怖っていうのは。自分が受けた痛みっていうのが必ず自分の人生で邪魔になるんだよ。必ずそれが足かせになる。じゃあどうすればいいかって、自分らで自分のその過去と過去を超えるしかないんだよ。荒療治だけど自分たちで超えるしかない。例えばお前なんか今彼女いんの？いないです。もしさ、好きな子ができてね、この子と幸せになりたいと思った時にその子の元彼が DV 野郎とかでさ、男がいきなり出てきてボッコボコにされたらお前どうするの？立ち向かうしかない。立ち向かうしか普通ぶっ飛ばすんだよ。普通はな、好きな子守るために普通ぶっ飛ばすんだよ。そういう時にお前足がすくんだらどうするの？挑むしかない。やれんのお前は？とかされてたらどうするの？お前自分の好きになった女が。許せないです。いや許せないですじゃなくて、やれんの？お前過去にビビったんだろ、過去にバック踏んだんだろ。はい。それでお前もう一回それが走馬灯のように蘇るけど、そこお前いけんの？そういうことなんだよ。はい。やれんのお前？やりたいです。お前は？ちょっといいっすか？うん。俺もともとさ、いじめっ子なのよ。おめえらいじめられっ子だろなあ。はい。なあ、それ俺とちょっとやってみるか、いじめっ子対いじめられっ子なあ。でよ、俺とやってよ、克服しろ。俺はヒーローになりたい。ヒーローになりたい？いや、お前立てよ。お前過去に何があったの？立ち向かわなきゃいけないんだ。先輩に俺に立ち向かってこい。悔しかった？悔しかったです。おお前入ってるから俺がやった。ほら悔しかった。おほらお前乗ってやろう。めちゃくちゃ悔しかった。俺いじめっ子いいぞいいぞ。俺はヒーローになりたい。俺に勝ってヒーローになりたい。俺俺俺さあ集めろ集めろ来いよ来いよ。まあ撃ってみろ。来いよてめえ来いよ来いよ。やるんじゃ俺は変わんねえ。やるんじゃ変わんねえよ。何も起こんないよ。変わんだな。変わるんだ。その使い物に負けんじゃねえ。今日で変わるんだよ。いや絞ってやれ。俺やるんだな。やります。やるんだな。やるんだな。やります。そいつらにリベンジすると思ったら俺とやれる。やります。いよいよお前ら全員。じゃあ俺と高田相手するよ。いじめられっ子は、うん、なお前らに必要なのは勇気なんだよ。そうだ。お前らはな、勇気があったら何でもできるんだよ。でもお前ら一回芋引いちゃってんだよ。俺も何回も芋引いたから分かるんだよ、はい、なお前ら自分の過去を自分たちでな打ち勝つしかねえんだよ。はい。お前根性あるんじゃない？はい。根性あるよ。はい。ヒーローになんだろお前。ちょっとね、ミクロこいつらやらしてくんない？3対2でいいんじゃないですか？うん、3対2でいいんじゃないですか？3対2。うん、思い出作りじゃねえから。はい、ありがとうございます。こっちもお前らの、お前らがその受けた傷だったり過去にその日は打ち勝つんだよな。その日俺たちにとかの、とかお前聞いてんのかいてね。聞いてんのかいてね。打ち勝つんだよ。よし、よし、ほらパンチくんのが強いぞ。全力でいけ、全力で。来い、殴れ殴れ。
当日様顔面殴れるようにしとけお前、はい、な、ビビっちゃってねえで下がるな、はい、テル君さ、ちょっとこいつら稽古つけてやってくんない？今のままで絶対ビビっちゃうからぐらいに、まあ、僕でよければ、まあ、僕も、まあ、言ってなかったんですけど、まあ、過去にいじめられた過去があるんで、それをバックボーンに、まあ、その中学校時代とか頑張ってた部分もあったんで、まあ、はい、僕で よければちょっと一緒に練習とかさせてください。はい、お願いします。お願いします。お願いします。強くなるよ、はい、強くなります。なります。ヒーローになります。男は気合と根性だ。はいはい。おぉ、勇士だ。来たよ。おぉ、おぉ、小さいの胸筋。ふざけんの。やっとだな、溝口。見てるか、世間一般的にはアンチです。嫌いなんだよ俺、溝口ゆうじのことめちゃくちゃ嫌いなんだわ。ガキ相手だからなんか舐めてみてよ。そういうところだぞ。やれよ、立てよ。立てから立つ。どうしたんですか、自分で決めたらいいじゃないですか。人に判断委ねてばっかだな、お前。本当に記憶なら自分で判断せよ。まあ俺だったらやっちゃってますね。言われてるぞ。今この場でやれる？動ける？そのくらいハンデ舐めてんのかこら。まあやるなら試合でいいんじゃないですか。スパーする？スパーする？どっちでもいいっすよ。そんなあ、いいよ、いつでもいいよ。今でもいいし、俺が決めてあげるよ今。はい。なんでそんな綺麗なの？いや、顔キモいっすね、まず。顔キモいし、あのなんかなんかやられたわけじゃなくて、ネットで見てて嫌いってこと？ああ、まじアンチっす。クワガタみたいな髪型してるし、なんか上から目線なんですよ、うん、いやもうちょいなんだよな、いまいちなんだよな。何か何か何かいまいちなのか言ってみればいいじゃん。なんだろうな、なんか何もないっつうか、花も何もないものが何か得るために来るのがブレイキングダウンでしょ。違う、本当にそれでも一定何か光るものがあるやつが試合を決めてるんだけど、結構光ってるけどな。光ってる、光ってるっすよ。関係ねえじゃん。光ってる。よくそこまで嫌いになれるそこまで。お前のエネルギーすごいよ。世界で一番嫌いだ。俺お前に何したんだよ。キモいんだよ。とりあえずキモいんだよ、全てが。もういい加減しろ、マジで。ウェイ、取れな、ウェイウェイ。どっちか分かんない。なんだね。あるか俺も。へい。へい。ゆっくり楽しみにしてるよ。やるぞ。冷たいな。これ俺マジで鍛え上げて。やめた、ボコボコにしたくなったよ。じゃあとりあえず仮決定しとくか。仮とか言わない。ちょっとフェイスオフ、フェイスオフ。お前とユージで。いいの。じゃあ今顔もちょっと似てる感じがした。なんかちょっと似てるな。確かに。雰囲気似てるぞ。なんか10にも 21？ 21です。俺がまあ39だから、まあ息子みたいなもんだよな、下手したら。いいね、うん、親父狩りじゃん。面白い面白い。まあじゃあ試合決定でいいんじゃないですか。じゃあ握手まで。そんなそういうの求めてない。お前にいちいち。じゃあお願いします。岐阜県から来た大勢です。今日は素手で、素手ルールで試合しに来ました。素手で本物の殴り合い、どつき合いできたらいいなって思ってます。で、応募する時点でそれができないのであれば落としてくれて構わないって書いたから、運営もここに呼んでる時点でできるんでしょ、素手。もしくはやってほしいんでしょ。ブレイクかかっても殴り続けちゃうようなやつ。なんかすごいよ。マウスピースためでに。こ
よ。ダウンした後も殴り続けちゃうよね。いいよ、うん、やろうやめめやで、じゃあやるか。そういうやつでやりたい。来いよ。来いよ。ベアナックル行けよ、ほら。何しとんねん。いいね。お前、前回の試合なんだ。なんだよ。お前な、物足りねえな。お前な、一つ教えてやるよ。ああ、なんだよ。お前、いいもん持ってんだから、俺とやればそれ引き出せるよ。オッケー。やるかやめやめやめ。引き出せるよ。やるか。スパーリングできます今。二人準備して。準備して。どうですか。目が。なんで。面白い、面白いですね。カズキング。面白いって決まった。ようやくだ。おい、これ。おい、これ、カズ。どうってんだよ。来いよ。やろうぜ俺と。ああ、いいね、いいね。なあ、ね、ああ、来いよ。こうやってやったら、もう分かんねえ、分かんねえ。はい、3回目のテイクダウン。はい、こんな感じ、どうすか。体幹強いな、マジで。じゃあ、やろうぜ。カルマイで間違えんなよ。ああ、ごちゃごちゃ SNS 言ってないね。直接言ってこい、こういう場があるんだから。お前とやりてえからずっと言ってきたんだよ。やろうぜ。ああ、な、直接言ってこい、直接言ってこいよ。こういう場合どうしてやってんだよ。などうぞ。どうも、カズキングです。お久しぶりです。9、10とあと 11.5、 カズ選手の代役として出させてもらいました。で、もう3回出てるんですけど、自分自身もう花がねえとかなんだとか言われてるの分かってるんですよ。だけど俺は絶対そこ座りたいんですよ、誰引きずり下ろしたとしても。でその気持ちを持って今日来させてもらいました。雑用でも何でもいいし、スパーリングで何でもいいです。僕はそこに絶対に座ろうと思ってます。だからいい加減そのよ、お涙ちょうだいみたいな感動話じゃなくてよ。だから知らんけどお前に言ってねえだろ。こらこらこら、なあ、それでいいんだよ。俺喧嘩しようぜ。なあ、なあ、お前だって喧嘩なんだろ。ああ、喧嘩。俺と喧嘩しようぜ、これ。おい。前のため、お前、なあ、なあ、じゃあ、じゃあ、やけど、喧嘩だろ。お喧嘩してんだろ。喧嘩しようっつってんだよ。俺、お前のこと買ってんだよ。なあ、やってきてやろうぜ。おい、やってやるよ。なあ、なあ、やらせてください、本当に。だめ、喧嘩してやるんで。これでダメだったりとかしたら、もう迷惑かけないし、俺も、今引退とか言ってるけど、もう年も年なんで、時間もないんで、ここで、散々おられてるんで、俺ずっとやりてえって思ったんですよ。俺マジでこれは本当にやらせてほしい。さっきのカスとかじゃなくて、俺本当に喧嘩してるんですよ。命かけてブレーキ弾13盛り上げるんで、一回俺にチャンスください。松本さんにやらせてください。お願いします。お願いします。本当に俺こいつとやりてえんですよ。うん、まあ一応仮決定ってことで。おお、シーさん。なんか見えたぞ。大丈夫か。あれマスクは飛んで、マスクは飛んで。チーさん、チーさん。マスク取らん。マスク飛んで、マスクは飛んで。チーさん、チーさん。子供見てるからダメ。ダメだよ。でもちょっとチーさんいじめんのよ。バビアン、これダモじゃん。バビアン歩くやん。俺に言ってんの、まあ、一回座るよ。ちょっとチーター、チーター、お前絡まれて間違えてるわ。お前絡まれて間違えてるわ。お前チンター、なあ、お前舐めとったらあかんの。これお前なあ、これあっ、おい、これお前喧嘩あるって間違えてんじゃん。これお前なあ、もうこれお前と環境ちゃうんだよ、これお前。舐めとったらあかんだ、これお前。金庫られて間違えねえな。チーター行け。お前舐めとったらあかんだ、これお前。チーター行け。大阪人間すぎた。チーター、チーター、チーター、リキありがとう。チーター、お前。ブルタスに絡む時点で間違えてんじゃん、これお前。ああ、これお前。舐めとったらあかんだ、これお前。いいよ、いいよ、いいよ、チーター。お前、舐めとったらあかんだ、これお前。環境ちゃうんだ、これお前とは。
なあチーター来い。やっていいですか。チーターチーターお前やっていいですかこいつ。チーターあんまいじめちゃダメだから。チーターいじめる。こいつやっていいですか。チーターあんまいじめちゃダメだ。いじめられないで。よしよし。椅子ここにも用意しましょう椅子。まあ俺とやりたいの。さっきからも調子こいてるけど。いやお前やってやろうか。俺の奥さんがお前。喧嘩売れて間違えてんだお前。俺の奥さんがお前のファンなんだよ。でお前と絡んだら多分奥さん喜ぶからよ。いいよやってやるよ。チーター手加減してあげてよ。いいよ。やってやるから。あ。今できます？あ、いいよ。できますよ。できますよ。サムネだね、これ。あれなんなんすか？あれ俺知らないんだけど。あいつはなんなんすか？おー、すごい。おい。おい。始まった、始まった。始まったよ。ヘビー系の発見。おい。おい。確かに。チータンとじゃあ準備してもらって。あ、オッケーオッケー。チータンと準備して。握手しないよ。握手しないよお前と。いやチータン来いよ。結構強い気入れてるぞ。大丈夫だ。ガチでいけ。チータン頑張って。いけ、立って立って。これ使えるのか。いや入っちゃってね。やば。うちの嫁がマジお前ファンなんですよ。足首折れた。足折れた。足やめない。じゃあちょっとウイタさんそのままウイタさんそのまま残ってもらって。ウイタさん連戦してもらう。ああ、いいっすいいよ。じゃあ、カイ君も中に入れたいってこと。じゃあちょっと一回着替えてきて。いけるか。カイ君、カイが俺とやると思ってんのに、いきなりミクル出てきたから一応です。チータン俺がやるんだけど、じゃあ上田さんチータンで、その後貝が中に入ってる彼を貝は俺とやると思ってくるのに実は兄ちゃんだったっていうの面白くないですか。普通になんか面白いじゃないですか。パンチ君一択で今日来てます。パンチ君いるの？おいパンチ君。おい13でここ試合決定でいいっすか？おい何やねん。
やる？ジュースの兄貴、ドリボーもし倒したら日向一回行ってみたいんで行っていいですか？仕方ねえな。いいありがとうございます。おや、今からやったろ。パンチ大きいけよ。いや、見したね、見したね、全力で行っちゃえ。お腹行ったろ。うん、OKOKOK、お願いします。おー、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 ちょっと逃げたら回るんだ今。もう一回、もう一回。俺が高いせん。コイ君、歩き方。コイ君、歩き方のパイセン。コイ君、ライジンのベルトを返上して、ちょっと時間があったのでここに来ました。あの、俺より強い人いる？もうそれ誰のモノマネやん。誰のモノマネしてんの？ちょけてんのかお前これ。話がちげえぞみたいな顔して、まあ、俺は本当は正直よ、お前がこいつらみんなぶっ飛ばすの見たかったんだよ。そしてからやりたかった。相変わらず喋んねえなおい。え？タカぶっ飛ばしたんだろ。やるか。やるか。Just shake it this, man. Nah, you're small. You're small, man. Where's the arms, man? Where's the arms? Looking small to me, man. You know nothing about this, man. We'll run it. Oh, yeah. I run this shit. You should right now, man. What are you doing? Come on, come on. You're just talking about the numbers, so come on, come on. I'm going to talk to you. What's up? Can you do it, man? What's up? I don't understand what you're saying, fool. Get the on my face, fool. What's up? I'm right here. You want to go? Yeah, what's up? I'm right here. Yeah. Come on. What? Come on. Fucking short as hell. Get the away from me. Come on. Oh, small boy. Bro,
お前が大好きに、お前俺大好き。お前が一番合いそうだけど。俺じゃねえだろ、お前。You want a beer? You want a beer? You want a beer? こいつらがやってんだろ。こいよらこいよらこいよらこいおらやっちゃうぞこいよらやるぞお前ら。まあ俺とで。Yeah, yeah. 俺と、俺やる。Yeah, both, both. You want to do that? Damn straight. 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 Damn straight.知らねえからね。いや、いいじゃん。いいね。そいつ余ってんだろ。誰こいつ。Who am I? He's tired. Who am I? Who's the YouTuber, bro? Yeah, man. Movie star over here. Pretty boy, pink hair and shit. Oh yeah. 俺のボイスしてるからな。All right.Okay. Yeah, we'll see, man. We'll see. これこいついいや。こいつやらしてよ。なあ、色もねえよ。こいつやるわ。あとお前らでやっとけよ。ポスティングで畳みかけろ。はい、ポスティングで。ポスティング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 。
取ろう取ろう、うん、あのね、ブレイキングダウンのスポンサー今回で最後になると思うんですけどありがとうございました。いい研究でした。本当に選手がいかにすごいかちょっと響きました。はい、僕にお手伝いできることがあれば SNS 頑張って一緒にやっていきたいので、ぜひ応募待ってます。よろしくお願いします。